どうも、タブヤンです。 SD ガンダムガチャポン選出、ザク対ダブルゼータガンダム、続きやっていきたいと思います。ザクで戦いを挑む。当たらない。グレネード投げてやる。グレネード当たらない。結構頑張ったんじゃない。さあ残り96。どうしよう。撃ちましょうか。ミサイル発射。当たらない。当たらない。どうしよう。ルフ隊長、守りに入ってくださいな感じですかね。そしてリガズイ隊長出動します。どのルートから行けばいいかな。南ルートかな。でガンダムが届かないか。届かないね。よし、カプールでマッチ取り返そう。勝負だ。カプール対カプール地上戦。地味です。ほら、射撃なら射撃でやってやるぞ。よし、勝ったー。よーし、これで西側の敵を一掃しましたよ。やりました。ゲルググ仕留め損なったな、これ。ちょっとズゴック追いかけてきてくれ。ゲルググをね、無射圧。あー合流されるのか。くそー、それは無理だな。さあ、そしてドムが前進して取る。あ、しまった、ターン使いすぎた。バウンドドッグ。あお、ダブルゼータいる。もうしょ任すしょうがないかねえ。戦力不足だ。ムサイが前進して町取ろう。これ便利だよね、ムサイ。よし、町取ってオープニングいいよ今回。さあどんどん行きましょう。町を一つずつ一つずつ取って、もう敵のガチャベース見えてくるよ、もうすぐね。ほら、見えてきた。敵の本上で作ってほしいな、どんどん敵。あ、ダブルゼータまさかの逃げに入りましたよ。逃がさんぞ。これで退却させたってたまるかね。うちのギラドーが倒しておいて。生きて返さんぞ。ダブルゼータ。さあダブルゼータ仕留めに行こうぜ。退却はさせたくないよ。どうしよう、ミサイル撃ってる場合じゃないね、もうね。逃がしたくないもんね。逃がさんよ。どうしようかな。挟み込もうか。おりゃ、ザク投下。めっちゃターン使った。無駄なことしたかな、ちょっと。追撃ね。さあ、そしてカプールよく頑張った。補給基地戻ろう。前線を先に動かさないとやばいね。さあ、無罪聞きましたけど、ここはここでちょっと、これで防衛、この3体で、この国境をね、防衛しよう。で、やっぱ後方の部隊優先して動かさないと、戦力不足だよね、完璧に。
キズです。さあこのね1番隊から6番隊まではもうほぼ壊滅したので、7番隊隊長リガズイね期待したいと思います。そして次のモビルスーツ作らないと、これガチャベースは落とせないよね。8番隊を作らないとね。でもその前にどうしようかな、さらにギラ動画載せとこうかな。でさあ次はどうしようか。あ、パラサーテネいいね。ムサイとパラサーテネ作りたいと思います。ムサイ作って、でそれにパラサーテネを乗せるっていう感じでいきたいと思います。まあ8番隊ではないけどね、うん、単独行動でムサイ&パラサーテネ前線に。あ、ダブルゼータやっぱ逃げる。さあバウンドドッグ2体が気になるところですが、ひえー、やめてくれ、回復するとこないんだここ。やめてくれよ。あ、ダブルゼータ乗ってたんだ、マジか。うわー、ダブルゼータ2体いたのか。まだまだまだ戦力差あるな。あ、アッシマーがついに動き出す。あら、ハンマーハンマーと。さあ前線から動かそう。これね、なんか詰まってるけど南側から行けば実はガチャベース取れたりして。あ、ここ火山か、ここ通りたいな。ここは通れないんだ。いや、一回ちょっと行ってみよう。ここでまさかのガチャベース吸収作戦いきたいと思います、ね、一発逆転で、うわこれはきつい、これは防衛するしかないね。あの7番隊が到着するまで防衛しないとしょうがないねこれ。ということで7番隊の移動を最優先にして、ここねでカプール回復、あと5回。あ、パラサーテネ作るお金ない、しょうがないよね、待ちましょう。で、ズゴックがなんかの足しになるように防衛隊に参加。ザクで、ザクミサイル代わり。行けザク。これいいぞ、当たらない。これはザクミサイル代わりだ。ダブルゼータ覚悟しろ。いやあと 2,3 発ミサイル欲しい。これ乗せましょう。で、さらにあーダメージ受けてるんだよね、ムサイ。意外や意外、回復場所がないんだねここ。よザク作ろうか。ザク作ります。コストはかけられないからザク作る。もう守備はザクグフですね。そしてムサイ節約して、次のターンにパラサーテネ作って、あー逃げていく。当てられた、もう追い込まれた。あ、ゲルググに補給基地守られた。なかなか賢いじゃないか。ダブルゼータ降りてきた。でもゾッグが倒してくれるはず。ゾッグどうもギラ動画が、あ、全軍なんか南に下ってきたね。
アッシュマー来た、ハンマーハンマー来た、やばい、この2体来たらやばい、特にハンマーハンマーをはやばい。これね、ムサイがザクミサイル発射、海で行け、惜しくないかザクミサイルあと一発必要だ、くそー届かないか、ムサイ自ら仕留めたいね、これザクミサイル今から行っても届かないね、これこのまま逃すのはまずいぞ。ねえ、もう一個ムサイ作ろうか、緊急事態ですね、こっちのムサイはいいんだけどいやでもこっち優先ですね、パラサーテネ、あ、ハンマーハンマー作れる、でもやめとこう、まだパラサーテネで、こっちなんだけどどうしようかな、ターン使いすぎだよね、こっちもうしょうがないな、これいやー、さあ前線のダチャベース強奪作戦、バウンドドッグ来てしまったよ、全然作戦になってないな、いやでも作戦続行しようか、うわダブルゼータ2体作戦続行しよう、これ乗せて、でグフを邪魔だからやっつける、あーやば、あノーダメージでいきたい、ノーダメージで、やめろ押すなお邪魔虫め、よし、砂漠に強い戦艦で、バウンドドッグにさえやられなければ占領できますよ、次のターン、これは動かない、動かざること山のごとしあ、しまった、ターン数が足りないな、これ全然ガンダムしょうがない、後方の隊長たちを寄せようか、カプール防衛に行きたいね、がいいかな、こっちにしようか、カップルにしようか、隊長を動かすより、街を防衛、頑張れ、よりにもよってバウンドドッグ2台とは、カップルでも勝てるかわからんぞ、いやしかもね、コンピューターなんかお金貯めてるね、1万もあるじゃん、どうした、なぜ作らなかったんだろうね、この数ターン、あー沈んだ、あー助かった、もうモサイほぼ体力ゼロだね、あ来たケロログ、やっつけてやる、すごくはね防衛しに行かないといけないから、本拠地防衛、あザクがガチャベース守ってる、そんなザクで守れるもんかい、あなんか作った、あー1ターンで作れる、アールジャジャ、そうか2ターンで作れるモビルスーツだったらな、奪えたんだけど、いやー、いろいろややこしいぞ、これは。まずね、これ、1、2、3、4、あー、あと一歩なんだよねー。どうしたらいい？アールジャジャ作ってるから、ここで。あ、いけるね。ムサイでザクを倒せばいいんだ。で、ムサイでガチャベースは占領できないけど、それで、ギラ動画を載せるというね。よし！
いける、この作戦で。守備をおろそかにしたようだな。全然当たらない。あの重力がすごい軽いんですよね。下に向かって重力あるんですけど、結構軽く動けますから楽勝。これで占領はしてないんですけど、ギラ動画でよし、これでアールジャジャ奪いました。一気にこれ勝負決まるぞ。どうしよう、次やることいっぱいだね。パラサテネ出動ですね、まず。よし急げ、移動力高いですよ、ムサエ。で次に優先すべきはここかな。ダブルゼータ11、ムサイ22。レーザーを撃つっていう手もあるし、いやーどうしよう、これムサイに乗せて逃げられるんじゃないのかな。これね、補給基地を抑えるというね、ことはできるよね。ダブルゼータを逃さない。でムサイに乗せて逃げるっていうこともあると思うんだよね。それだよな。でもね、こっちのムサイも失いたくないんだな。贅沢かな。なので逃げましょう。逃げるということにかけた。で再度1ターンでも私に隙を与えれば、まあまあ無罪に乗せて逃げられたらもう逃げられちゃうけど、そこはね賭けですよ。さあここはここでいいか、これでいいか、こっち戻っとこうか。であと4回バウンドドッグがここに来てる。でここは防衛でいいし、ダブルゼータが南こっちに来るのか、これはもう防げないな。これはあ、ムサイを落としたい。きついね。あ、これ単独行動ではちょっときついな。通れないようにここに待機しとこうかな。守りきれない、これ急いで7番隊を呼ばなければ。あ、そしてどうしようかな、アールジャジャ出撃できないから奪い取ったアールジャジャ、次のターンですね。っていうことはここでこのガチャベース取ることができればね、次のターン耐えれたら前で作れるから、もうここで作らなくていいんだよね。いやーこれは一気にいけるよ。どうしようかな、これ1個前にこうしとこう。はい、さあどうだ、敵のアールジャジャ盗めるなんて快感ですね。どうなるどうなる、ガチャベース取りに来るか。あー乗せた、賢い。ダブルゼータを逃げられた、また。あーミサイル当たったから、あ、しかそして逃げないんだ。おお、そっから撃ってくるか。でどうする、あ突っ込んできた、カプールが来た。よっと、これは勝てる、このままだと勝てる。いや動きが軽快ですよ、このガチャベースだったら。素晴らしい、余裕で防衛。さあドームも突っ込んでくるでしょう。よし、敵を一掃、1個100円。そうガチャガチャって1個100円だったんだよね、昭和のファミコン世代の皆さんね。
今もう300円するもんな、ガチャガチャ高いんだよね。あ、来たね。これミサイルダメージ受けたからな、勝てる気がしない。あ、邪魔。よし、当たってる。お、結構当たってる。やめて、逃げろ。よーし、いいの、今の入れ替わりいいよ。あ、招き猫。あ、招き猫。そんな取ってる場合じゃなかった。あ、もう一個。うわー、あと一発だった。招き猫取らなければよかった。招き猫取ったから負けた。あ、来た。これ勝てる気するんだけど、ダブルゼータだったらね。えハウンドドッグの方が怖いね、海だったら。よし、勝った。前段当てました。パーフェクトゲームだねこれ。バウンドドッグも突っ込んでくるか。あ、アッシマーが来ました。最初からずっといるアッシマー。おお、変形して何がしたいの。これ勝てるよ。どうした、どうしたコンピューター。初めて白兵戦、これ勝てるかもしれん。もう勝っちゃえ。おお、いやいやいや、素晴らしい。変形してる間防御力高いからね、思ったほどではなかったね。あ、バウンドドッグ、賢明な考え方で。よし、やりました。アールジャジャ奪いました。どうしようこれ。カプール、まずはここに待機して、カプールか。カプールよりアールジャジャで守らせた方がいいよね。で、補給基地取りに行く。で、アールジャジャ出動を占領して防衛する。よし、で、ここで何か作る。何作ろう。後方から、ダブルゼータ。いや、一旦で作れるものがいいな。パラスアテネかな。パラスアテネ即戦力。さあ、もう、こう、前方後方を挟み撃ちで倒したいね。そしてそして、ダブルゼータの命と引き換えに生き残った無才。この無才を落としに行かないといけないんだよね、ダブルゼータ乗ってるから。行こうか。多勢に無勢だけど、これ負けるけどね。ハンマーハンマー、倒しに行こう。行け、グフ。うまい。ヒートロット。またバカなことしてるコンピューター。勝てる。あー、全然当たらない、全然当たらない。無知が。何してんの。楽勝でした。よし、もう防衛はいいでしょうね。え、ガチャベース一気に5つになりましたよ。防衛はいい。パラサテネ&ムサイがね、どうしよう。この北の町取りに行くか、このパラサテネムサイでね。ちょっと遠いけど、そうしよう。ちょっと作戦変更ですよ。あの前線のね、ガチャベース取れたからで、これ南側が取れ、あ、でもダメだな。ダブルゼータ倒しに行かないといけないから。あ、でもな、これ負けちゃったからね。バウンドドッグ、バウンドドッグ倒しに行かないといけないじゃないか、あいつを。負けました。で、ダブルゼータの防衛にみんな向かい、向かうぞ。あ、終わっちゃった。
7番隊が動かせなかった。忙しくて。ということで今回は、ここで区切りたいと思います。敵のターンが終わったらね、終了にしたいと思います。いやー、ガチャベースもう作るとこあと1個だけなんだよね。敵はこれは大きいですよ。あー、撃たれたけどバウンドドッグ倒しに行くぞ。当たるかい。でもズゴックでは無才は落とせないよね。そんなとこから、あー来た、こっちか。どうだ、これはいけるか。ハンマーハンマー、あー弾当たっちゃった。ミサイル、敵のミサイルに当たらないように。16発も持ってんのミサイル、マジか。こっちのミサイルは当たらず。よし、当たった。あーダメだ、避けろ。うわー、避けられない。頑張れズゴック。よし、かわした。あと7発もあるミサイル。19秒、あと6発。よし、当たった、避けろ。よし、ナイス、避け、うまい。めちゃくちゃうまかったぞ今避けるの。あー近づいた、近づきすぎ。うわー、かわした。あと5秒、あと5秒、耐えろ、生き延びろ。よし、取った。あー、お札取ったのに惜しいな。惜しかったな今。間髪入れずどうも。いや、砂漠では身動き取れません。やばい、突破されるねここは。まあ仕方がない。あ、皆さん、初クイーンマンサーお目見えですね。マジでクイーンマンサー作るの？こっちも作ろうかな、クイーンマンサーね。うん、ということでまだまだ続きやりたいですけど、ここで区切りたいと思います。また明日お待ちしております。それではまた、さよなら。